私は志村でございます。この映画は戦後連合国軍占領下における極めて厳しい制約の下で相撲協会映画部によって制作されたものであります。不正室の名横綱と謳われた双葉山は戦前はもとより戦中戦後も揺るがぬ強みを維持し、相撲界の第一人者として無敵の強みを誇っておりました。彼は昭和11年夏場所から昭和14年1月場所に至る4年間の長きにわたり5場所連続全勝優勝69連勝という相撲界始まって以来の大記録を樹立した名力士であります。この映画は双葉山の偉大な足跡を追って大力士への道がいかに険しいか、勝負の世界がどんなに厳しい修練を要求するかを描いたものであり、現在のファンの方々にとっても大相撲への理解を深めるに役立つと確信いたします。双葉山は申し上げるまでもなく現在の日本相撲協会時塚で理事長その人であり、また本編の解説はこれまた我が国放送史上前後並ぶものなき名アナウンサーと謳われた故和田真賢がこれに当たっております。の栄誉に輝く不正室の大横綱双葉山定次が昭和中高の格闘史を飾って36票に君臨した土俵の後、今ここに改めて振り返ってみよう。昭和10年前後交流期にある国技館は来る場所ごとに相撲人気は沸騰、便洗い押しかける慣習でお砂お砂である。彼双葉山の優勝計画12回全勝優勝8回は完成の昔谷風梶之助以来個人懇人の企て及ばざる大偉業である。誰が双葉を倒すか、双葉を破る者は誰、双葉を破れるな、双葉を破れ、この矛盾した二つの観客心理に大鉄さんは割れんばかりである。昭和11年春場所7日目玉の浦を破ってより、彼は破れることを忘れたるごとく昭和11年夏関脇で11戦全勝、12年春大関に進んで11戦全勝、12年夏同じく大関で13戦全勝、かくて13年春第35代の木下開山横綱を許され13日間土つかず勝ちに勝ち進んだのであった。打倒双葉の息に燃える出羽の海部屋をはじめ幕の内の強豪精鋭の挑戦もものかは、無敵双葉は一切を倒して彼の前に立ちはだかる者は全てなぎ倒されたのである。さればこそ東西の全力士はこの目標をめがけて我こそ打倒双葉と全力を打ち込み、土俵は活気重王である。その土俵態度は誠に全力士の範たるべく、古式にのっとり法にかない慎重の中にも勝機ひとたび至るや決断よく一挙に勝ちを制す。待ったは絶対なし、水は土俵に上がるに際してただの一回、相手の声あれば必ず受けて立つ土俵態度。全盛期36巻5尺8寸36票を威圧する堂々たる大横綱ぶりである。しかし人間双葉の進化はこうした勝ちに勝ち進んだ華やかな面のみにあるのではない。国脈二道苛烈なる勝負師の世界に生きた彼の反省には、世人の知らぬ36票を内外の悩みと戦っていく一個の人間の姿もまた描かれなければならないのである。かくて昭和14年15年16年
双葉山を中心に相撲は文字通り黄金時代であった。彼の全勝記録は69度以上でやんだが、彼が心機一転、郷里大分県妙見の滝に打たれての精神伝馬は勝負師としての腹を作り上げ、ここに双葉山が力士として完璧の土俵を生んだ。未だまぶたに残る当時の名勝負のうちから、高砂部屋の旗頭、当時暴れ大関の異名を取った前田山栄五郎の昭和17年の土俵を取り上げてみよう。立ち上がりました。そして争いから突っ張り合いでいます。互いに突っ張り合いの動を踏みました。猛烈感に投資の前田山、ぐーっと右を入れました。右を入れました。双葉得意の左割って上げ、割り投げ残りました。双葉山圧倒的後ろのごとく寄りました。さらに右から外掛け外掛け、残るところぐいぐい寄りました。双葉山寄り倒して双葉山寄り切りました。寄り切りまして双葉山の勝ちであります。軍配双葉山に上がりました。うん、この時物言いがつきました。座禅物言いであります。前田山双葉山、この一戦は歴史的大物言いとなったのであります。天才役総登場、互いに長い時間競技を凝らしております。大物言いであります。満場割れんばかりの歓声のうち、ついに取り直し。前田山、双葉山、双葉山、下がりをつけまして登場。右、左がおりました。両力士、立ち上がりました。引っ張り合いになりました。戻り突っ張ったり、上突っ張り、上突っ張り、向こうを突っ張りました。前田山、負けております。で、負けました。双葉山、突っ張った、突き放しました。双葉山の勝ち、突き放しまして、双葉山の勝ちであります。双葉山、前田山を破りました。続く一戦は忘れんとして忘れえん秋の海の登場である。昭和14年1月場所4日目、当時白面の一幕内力士たる出羽一門の新鋭秋の海が双葉山70連勝の行く手を阻んでより、ここにそれより5か年、双葉山には秋の海、双葉山には秋の海、秋の海には双葉山、秋の海には双葉山といえば、全国ファンの視聴をこの一戦に集めさせたものであった。思い出の名勝負の一局であります。強力士、右左を下ろして入念の仕切りであります。双葉の堂々たる土俵態度に比較いたしまして、秋の海また梅蔵苦戦、これまた威風凛たる堂々たる土俵ぶりであります。さすが双葉よ秋の海よ、名勝負を生んだだけの強力士の対戦、誠に堂々たる仕切り態度であります。この間にありまして、互いに戦機は満ちました。強力士足の位置が決まりました。下がりをさばきました。中腰から右左降りました。立ち上がりました。秋通りとぶつかって左に開きました。縁残りました。左を入れます。左を入れました。秋の海果敢に左を入れました。ぐーっと左からの下段が残りました。秋の海左から左からぐるぐる回りながら、近代速攻相撲の妙を見せながら速攻にぐいぐい攻め立っております。双葉山防戦、右上手を取っただけ、双葉山防戦であります。秋の海肩口に、相手の肩口に胴つけまして、ぐっと下からぐいより寄り出しまして、ぐいぐい攻めております。左の下手を十分に取りまして、秋の海身の上手を取ってやる防戦の双葉山であります。背中を向けましたのが秋の海、向こう側は双葉山、互いに両力士、相手の機会を伺っております。双葉山、相手の左へ差し手を入れておりますが、これは殺されております。左四つであります。左四つの体勢から秋の海ぐっと伝統しております。互いにじりじり機会を伺っております。互いにじりじり機会を伺っております。前半は素早い動きに秋の海有利でありましたが、このところ土俵は七分三分、いや秋の海土俵はぐーっと分がございますが、ちょっと構成が飛んだした格好であります。これに対しまして双葉山、相手の手を伺っております。互いに虚実の態度、虚実を伺っておるところであります。両力士ぐーっと今度は秋じりじりと出ました。秋の海じりじりと出ました。双葉山これに対しまして相手の手を伺っております。秋ずーっと下から隠し上げるようにしてぐーっと出ました。秋の海出ました。秋の海出ました。双葉山の時は危ないんで、秋の海行く、双葉山打っちゃりました。大きく右側に打っちゃりました。打っちゃって双葉山の勝ちであります。完全に双葉山、大きく大きく打っちゃりました。双葉山、秋の海を破ったのであります。秋の海前線無なし。20日で暮らす良い男とは昔のこと。15日間の本場所が終われば地方巡業に出る。激しい闘志闘魂をぶちかませる男だけの相撲社会の荒びた時に粗本と思われる明け暮れにも、初めて見る山や川、見知らぬ町々村々の人情に触れれば、まして若い者たち、多感な年頃の集まりである。そこには楽しい思い出も愉快な傑作も生まれようというもの。すべては旅というものである。しかも巡業の本割の合間を縫って来場所に備えての稽古、特に山稽古と唱える猛訓練が行われる。山稽古とは、本土俵で正式の取り組みが展開している間、巡業土俵の一角空き地を利用して後輩は先輩にぶつかり、
先輩は後進に胸を貸して指導する。この他に申し合いとぶつかり稽古というような稽古の方式がある。これは申し合いである。今はときめく江戸っ子横綱東富士にも金棒金棒と呼ばれたこうした時代もあったのだ。双葉山が当時ようやく幕内目指して台頭してきた東富士に恩情を込めて稽古をつける。この薫陶あってこそ今日の東富士が出来上がったのである。奇遇に感ず、時に栄枯盛衰は世の常である。病気のため不遇不振の東富士がめきめき強みを増してきたのもこの頃からであったろう。 2,3 年の後、彼東富士が角界の分水嶺を決定する大勝負をこの大横綱から勝ち取る日を誰が予想したことであろう。今度は三つ目山との申し合いである。幕下時代から現在まで稽古熱心と言われた三つ目山がこの大先輩の胸を借りて押しては倒され、押しては投げられ、押してはひねられ、押しては突き落とされ、ただ一途の精進ぶりである。最後は双葉山が胸を貸してのぶつかり稽古。前世時代最も取りよかったのは体重が34貫の時であったと言われるが、前田山の強盗に比較して稽古すら円熟した柔らかみが感じられる。どの部屋誰彼の区別はない、全てに与え惜しみなく与える中に自己感性を見出していく。山稽古から申し合いやらぶつかり稽古とトントントンと進み、最後の仕上げができる。一汗も二汗もかいて午前の稽古が終わる。折からもう昼飯時でもあろうか。夏行き秋去って半年の長い巡業を終わった各力士は懐かしい両国の部屋部屋でいよいよ本場所に備えての最後の猛練習である。昭和18年春、双葉山道場の稽古は特に猛烈を極める。折から入幕目前に控えた万人期待のホープ東富士が平素の恩義に感じ、双葉山の部屋の若い者を相手に熱心に稽古をつけている。いよいよ義・信ともに円熟完成の頂点にある御体双葉が土俵に立つ。迎える稽古相手は同門の豪遊横綱羽黒山である。稽古とて微塵のけれんもたるみもない。いや稽古なればこそ兄弟子弟弟子を離れて真剣の立ち合いだ。まして後輩弟子たちの注目の中、今上り坂鉄壁岩尾のごとき羽黒の豪に対し、天威無法前人未到の大横綱双葉がぶつかり稽古の胸を貸す。その全盛期は勝ち星100に対し負け星わずか4、勝率 96.2。 今大双葉絶頂期の一挙一動が眼前に展開する。ここでは双葉は伝説の人ではない。今度は逆に双葉が羽黒の胸を借りてのぶつかり稽古である。横綱にしてなおかつこの努力、互いにかける矢越覚悟へ、流れる汗に歓喜もどこへ、見る者皆息を呑んで土俵を注視する。
うした雰囲気の中に昭和18年春場所初日の蓋を開けた。双葉をめぐる幕内上位陣、秋の海羽黒照国前田名鎧は優勝計画の噂話も楽しい話題の一つ。この当時相撲を知らざる人おしなべて双葉山の家をもって春夏の場所が明ければ相撲を語り双葉の強さを断じた。一方打倒双葉の技術的研究は全力士の機能を絞って衆の観点からなされた。中に選んで秘伝の私歓迎すべからざる土俵はでは一門の春祭増井山が挑む。双葉山下がりをさばいて仕切りに入る増井山に左が折りました。ドーンと弾丸のようにぶつかりました。押しまし左が入りました。やりぐっとやりました。左からの突き落とし双葉山の勝ち。双葉山の突き落としの勝ち。松井必勝の策もまた無し。双葉突き落としの強襲に敗れました。昭和14年69連勝自立までの鬼人に見入られた強さもさることながらこの場所からは他の鉄人滝山にしてもできえなかった優勝計画12回という古今無双の新記録を樹立したのである。互いに名勝負を残すこといくたび宿命の相手秋の海が横綱としてここに改めて双葉への決戦である。すでに数回の仕切り直しを終わりました両力士互いに立つ気は十分となってまいりました。白柱の一角赤柱の一角より軽く潮を掴んで登場いたします。秋の海双葉山手の潮を軽くポンポンと這い落としまして中腰の睨み合いからそれよりいよいよ仕切りに入らんとしております。両力士これより仕切りは右左を下ろさんといたします。足の位置が決まりました。両力士に左を折りました。立ち上がりました。ドンと突っ張りました。のど合わせました。秋の海懸命に右をのど合わせるております。右でのど合わせるております。双葉防戦、双葉防戦であります。双葉防戦しております。秋の海左を入れました。左を入れました。双葉これに対しました相手の上手を殺しました。相手の上手を殺しました。双葉左が入りました。左の下手が十分入りました。右の上手も取っております。左側の下手投げ残りました。双葉今度はぐっと振り身によりました。秋の海の下手投げこれ上手投げ双葉山の勝ち。上手投げに打ち返しまして双葉山の勝ちであります。上手投げに打ち返しまして双葉山の勝ちであります。秋の海を双葉山上手投げにほぐりました。双葉山またここに双葉山秋の海を破りました。若きより相撲巧者を謳われた伊勢ヶ浜部屋の照国が良き指導者を得てめきめき上進東西の正横綱として結び一番に顔を合わせる照国双葉山の対戦であります。世間で俗に御所人形のようだ45巻の羽二重持ちのような体育まさに堂々たる横綱ぶり。土俵上相対してみじんの隙もなく上力士右から左を下ろして仕切りに入らんとしております。照国十分に仕切れば双葉山また十分に仕切りましてこれは仕切り直しと変わっております。合わせる行司は盾行司木村庄之助。上力士悠然として悪びれる色なく堂々たる対戦となっております。果たして照国か双葉山か両力士立ち合いの気誠に微妙であります。戦機いよいよ熟しました。両者を行事合わせます。まさに右左に降りました。立ち上がりました。照国に突っ張りました。照国に果敢に突っ張りました。左を入れました。やはりほぐれました。突っ張り合いになりました。互いに突っ張り合っております。立ち合い争いは下から身を入れました。またほぐれました。やっぱり合いになりました。生まれました。左を入れました。テレビに打っ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 た。お、双葉山回り込みました。回り込んで上手投げを見せたから、ぐいぐい込んで双葉やった。テレビに打った。双葉や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 った。双葉山の勝ちであります。テルクに前線ついに虚しく、双葉山の軍門に屈しました。双葉山ついにここに、テルクにを破りまして、双葉山、連勝優勝、まさに優勝計画は、ここに12枚であります。堂々たる新記録。しかし彼双葉はここに自ら力士としての限界に到達したことを悟り引退を決意した。双葉山であります。私はこの度現役を退きまして年寄り
時津風を襲名することになりましたが、過去20年にわたる力士生活のうち16年間というものは15尺土俵上において精進を重ねてまいったのでありまして、その一番一番を顧みまするとき、誠に感慨無量であります。時至って現役は退きましたが、決して土俵上を離れ去るものではありません。むしろこれまでの経験を生かして後進の指導に魅力をさる相撲道の発展のためにお役に立ちたいと存じます。よいしょ。引退を決意した双葉ではあったが、当時の各界の事情から彼の引退はすぐには実現しなかった。彼は土俵への熱情信念を部屋の弟子の育成に傾けた。双葉山の名を慕って全国から入門してくる新弟子は少なくなく、出羽の海部屋、伊勢ヶ浜部屋、立浪部屋、二所ヶ関部屋、高砂部屋等の伝統ある大部屋にも比すべき大所帯となった。しかし三役力士、幕内力士はもちろん、十両力士とて一人もなく、ただ一人の親鳥はたくさんの雛を抱えて、ここに新しい巣立ちまで大しく戦い育て上げなければならないのである。たくさんの卵を抱えた親鳥、この中から果たして幾羽の鳳雛が巣立ち飛び立つことであろうか。重苦しい沈鬱な気持ちが彼の脳裏を支配した。21年秋場所終了後、双葉山の引退断髪式が挙行された。当日協会理事長、元横綱常の花、現出羽の海秀光氏と双葉山との引退の挨拶である。圧力のできない土俵上の取り組みがあるような深い思いを感じている。本場所の一番一番に懐かしい思い出がありますが、なんといっても小島君に負けた時でしょう。あれから僕の相撲に区切りができたと言いますか、それ以来は非常にところの上にも来てまた演じ来たというか、本当に安心して相撲を我々も見ていられたというようなことを感じます。年寄りになると相撲が一層よくわかるような気がします。4月19日、全国降格化に惜しまれながら真相なった両国国技館での断髪式。彼双葉が明治大学相撲部の名誉師範のゆかりを持って和光土明治が送る校歌の合唱。
こうして言うのも最後の曲げ、そして締めるのも最後の綱。双葉山引退披露三横綱の土俵入り、太刀持羽黒山露払い照国を従えて、あらゆる栄誉栄誉に輝く名力士双葉山一世一代の土俵入りである。ああ、彼双葉山のあの土俵、あの勝負、あれこれと追憶の糸をたどれば、思い出は実に多彩である。だが彼が20年にわたる36票土俵の後は、今日今ここに決勝して、相撲道の中に、己が姿の全くを具現せんとして、しかもそれを成し得たる、双葉山最後の土俵入りとなったのである。断髪の儀、来賓代表加谷恒則氏、まず初のハサミを黒髪に入れる。ついで親方立浪八右衛門氏、海添え立行司木村庄之助。全力士を代表して横綱羽黒山が兄弟子たる双葉山に無量の思いを込めてハサミを入れる。今病床にあって式に参列できぬ双葉山育ての親二川喜一氏に代わって霊足が最後のハサミを入れる。双葉山道場竣工、古式にのっとって木村庄之助主催のもと土俵開きの儀が行われる。親方として新しく出発した双葉山にとって今日の喜びは例えがたい。あのかつて苦難の日、卵でありひなであった鏡里大内山不動岩等は陸賊として幕内上位に進出、今や各界に占めるこの道場の存在は老として抜きがたいものとなった。この土俵から次の各界を背負って立つ彼双葉の後継者が出るのも間近いことであろう。土俵開きを祝い、双葉の徳を慕って横綱大関はじめ東西幕内全力士が続々と詰めかけて、もう一丁もう一丁と華やかにも激しい連合稽古が始まる。
25年秋場所は大阪阿倍野の仮設国技館で開催され、近年大阪における最大の盛況であった。そして秋場所打ち上げ後翌日、義援相撲が催され、現役年より対抗戦が呼ぶものとなった。期待の一番時津風取締が、これはなんと現役切手の名人小結若瀬川を相手に一戦に及ぶ。この日後の毎場所稽古回しを締め、若い者の指導に当たった双葉の体育は32冠と9に服して好調。しかも土俵上の仕切り、立ち合いの態度は誠に堂々、もって現役力士の範たるべきものがある。土俵上の両力士は右から左を下ろして仕切りに入ります。右左を立ち上がりました。若瀬のところに立ちました。双葉を受け立ちました。右が入りまして右四つであります。右四つ、左上手を取りました。双葉山18番左の上手を取りました。左の上手を取りました。それに対しまして若瀬、左の上手が取れておりません。巧みに双葉山、相手の左上手を殺しております。誠に巧みであります。若瀬川懸命に上手回しを探らんとしておりますが、これを許しません。土俵上一呼吸であります。真っ赤にとしましたが許しません。双葉山堂々たる体、上手投げ一戦、双葉山の勝ち。左からの上手投げ双葉山の勝ち。大今見る10年前無敵双葉が地平絶妙の上手投げ一戦、双葉山の勝ち。満場ただあぜん、満場ただあぜん。格のごとく土俵にまた方針育成に、さらには役員として協会の運営に怠りなく、相撲道を通じて人間的完成をと願う双葉山の今後に大きく期待して、館を閉じるものである。